この度、私たちチェゴは3月いっぱいをもちまして事務所を脱退することになりました。ですがね、なんかこれは何かトラブルがあったわけではなくて、まあ、辞めた理由としては特に揉めたとかそういうことではないんですけれども、私たち新たな道に進みたいということで、訪れの方も心よく行ってらっしゃいというふうに言ってくれて、こういった形になりました。でですね、まあ、今まではプレゼントの宛先が変わりまして、こちらの住所になりますので、こちらでお間違いないように送っていただければと思います。訪れに所属させていただいて、結構変わったこととかいろいろあって、いろんなサポートとかもしてもらって、本当に全然今まで私たちが経験したことないようなこともして、いろんな人とも出会えることができて、今ここにいるので、事務所には感謝しかありませんね。私たちが本当数字が1万人も打てない時から受け入れてくれたので、これは私たちが脱退した時に快く背中を押していただけたことを感謝して、ポジティブに前向きに頑張って進んでいきたいと思うので、皆様もこれからも応援していただければと思います。よろしくお願いします。そしてね、大きな一歩を踏み出して、私たちも今年の1年間は飛躍をする1年間だと思っておりますので、今までの1年間よりは今年の1年間が最強に進んだねって思える年にしたいと思うので、もうぶっ飛んでいこうと思うんですけども、こうやって家も借りたわけだし、皆様にいつもびっくりとかなんかすごいとか音楽とかでいろいろ当てられる最後を目指して頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。以上、チェゴでした。バイバイ。はい、本日もご視聴いただきありがとうございます。私たち事務所を、辞めることになったんですけれども、さらに飛躍した姿を皆さんにお届けしたいので、これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします。皆さん、体調にはしっかり気をつけてください。